ケイスケのソングス&ドックス、週末はミュージシャン。はい、では2部の方よろしくお願いします。原田と申します。初めての方すいません、お邪魔いたします。お食事中、休憩中すいませんなんかすごい控えめなんだはい、ということで、暮れも29日であります、本日1曲目は、前回の最後2人のチャンネルだったかな、先週は、に続きまして2人のシリーズという演歌歌手みたいなね2人のシリーズ、2人のスパイラルという曲から今週始まりました。あのライブの方はあの当然ながらその日に11月22日でしたが撮ったものを1曲ずつ切って入れてるのでずっと同じ日のものですが、あのスタジオの方はね、
多少違う日ということになってますけどね、12月もう29ですよ。そうですね。今年は御用納めが早かったのでもう26ですね、終わりましてね、で昨日になりますか、あの那須の森屋さん、森屋さんのイベントっていうのが、忘年イベントっていうのがね、はあって、あったんですよ。あったんですね、はい。なかったらどうするのかよく分かんないけど、あったの。はい、ありました。なんか、ね、カレンダーが悪く、あの微妙で、なんだっけな、あの、私が時々行ってる、その大田原の朝市っていうのもね、普段第4日曜って言ってるんですけど、第4日曜はあまりにも大変っていうんで、今年は第3日曜日に行われましてね、まあ天気はあの通りであります、なかなか寒いんですよね、冬はね、はい、あの、なんていうの、太陽の上がる方向にビルの壁がビーンって立ってるような位置なんでね、なんか結構その朝市の話から始まるのもなんですけど、まあもうあのちょっとほらここだと分かんないですけど、見てる方は2人のスパイラルを聞いた後だから喋ってていいんですよね、うん、そうですね、そうですね。で以前はお蕎麦屋さんとかね、なんかこう結構お店フリーマーケットっていうか変わりますよね、うん、あれね、いろいろね、うん、最近見ないなと思うと違うお店が入ってたり、先月でしたか、あの那須の方からアップルパイかなんかをね売ってらっしゃいましたけどね、その2ヶ月ぐらい前は那須の方から来たウインナーソーセージ屋さんと知り合って、この間なんかここでこの番組でも喋ったような喋んない気がするけど、はい、あのとても美味しいものが山の方は多いんですよ、あのもちろん富士屋さんは美味しいんですが、はい、いや1回しか行ったことないのに偉そうですけども、僕全然ちょっとだけしか食べないですけど、スイーツ美味しいんですよね、きっとね。美味しいですね。ね。なので、といっても僕はスイーツ男子じゃないからあれですけど、なんかね、その藤屋さん、まあ、さっきのはちゃんとしたライブの映像ですが、あの冬場はちょっとお客様がこう山道上がってきて帰っていくっていうリスクがあるので、冬ちょっとライブイベント休もうかな、やるなら昼間かなとかなんかおっしゃってましたけど、基本的にはあのいつでもギターさえ持ってきてくれてお客さんいているかいないかの保証はないけど、突如歌うっていうのはありですと言ってましたんで、そんなことされるお客さんの迷惑なことったらないよね。そんなことないでしょう。明日行ってみようかな、じゃあな、30、そうですね、驚くでしょうね、それはそれで。ではあのちょっと秋のシリーズの時にね、古い歌をこうルーレット式にてか適当に歌詞カードを引いて選んでやってたシリーズがありましたけど、あの中で思い出して夜を見ているというアグネス松本っていう前一緒にやってたベーシストが曲をつけてくれたやつで、詩は僕が書いて渡したんだと思うんですけどね、とても変わった曲なんで覚えきれないですけど、いいなと思ってちょっとやってみようかな。誰を待つのか、女が一人、誰を待つのか、女が一人、改札口でタバコふかして夜を見てる、電信
柱に立ち小便電信柱に立ち小便湯気の向こうに一安心夜冬空いっぱい犬の声冬空いっぱい犬の声眠れないのは俺一人夜を見てるそういう人においらもなりたいそういう人においらもなりたい憧ればかりでまるで虚しい夜を見てる前回とアレンジが変わってますね多分ね俺のねよくわかんないちょっとこれはもう覚えたいなと思います、もう30年ぶりぐらいですけど、誰にも書けない曲って感じしますでしょなんかね不思議ですね、そうですね、ベーシストの書いた曲っていう感じになるんですかね全然当時のライブの音源とかがねカセットテープの中から探し合ってる記録があればいいんですけどカセットテープもその何月何日の男ライブとはぐらいは書いてあるんだけど曲名が書いてないのが多くてね、なるほどミュージシャンの間にも大体そういうことをまめにやる人とあまあライブなんかでもねあの音を必ず取る人と全く取らない人とかいますし、僕も初めは絶対録音してるつもりでしたけどだんだんねもうそんなに反省も反省はしてますけど聞いて反省するとへこむからあんまり聞かない方がいいとかあるじゃないなんかね、ということで、今週の締めは、この夜を見てるの頃そのベーシストがこんな難しい曲を書いてる頃に俺がこんな穏やかな歌を歌っていたよというラブソングであります、西武電車は恋電車といいましてね、西武なんとか線多摩霊園のあたりを通っていく電車のそばに僕は住んでいたので、この頃の歌であります、西武電車は恋電車多分この曲でメジャーデビューしようとすると大変障害が高そうですね西武の名前も使っちゃってるしああそういうこと、味方にできればいいですけどね西武、はい、は使ってくれればうんいや厳しいですよ厳しいですか
この部屋に泊まるのは憂鬱だと曇り顔駆け込む西武電車背中を向けて口笛抱きしめたドアには綺麗に並んだ靴君の仕業だとわかるから嬉しくなるのが少し照れくさいいつまでたってもこういう方がいい女に思えてうまくいくのかな明日は君の電話で起きて君の好きな駅で待ち合わせ一番綺麗に磨かれた靴じゃ落ち着かないけど僕は夕べ叱られた後朝から憂鬱一度挨拶に来てよとその方がずっと憂鬱近いうちにとぼかして駅へと駆け出すそれもまたいいかなんて考え出した自分が不思議さ西武線は4両編成で家並みを塗ってゆっくり揺れるそれでも多分一番前のそのまた一番前のドアが一番早く一番長く君に会えるから僕はずるずる傷つけた頃の暮らし方まで人ごとに見えてくる誰とも比べたりなんてしないよ西武線は4両編成で人の気も知らずゆっくり揺れるそれでもきっと一番前のそのまた一番前のドアが一番早く一番長く君に会えるから僕は ありがとうございました。